生誕地、後藤三右衛門降下2年10月3日は、江戸時代後期の商人。13代目、後藤庄三郎。忌名は、光徹。旧姓、林、旧名、奥佑。後藤庄三郎家は、慶長時代から徳川氏に仕え、金座や銀座を支配した商家であったが、文化7年に取り潰され、文家の三右衛門方いたりがその地位を継いだ。文化13年、信濃国飯田城下大横町の飯田藩、御用商人である、林渡七子と姓の四男、奥佑が、法至の婿養子となり三右衛門家を継ぎ、金座御金改め役となった。その際、奥佑から光徹に改名している。光徹は文化5年から3年間上洛し、医会経所に漢学、経学を学んだ。文政2年に貨幣改鋳を実施し、文政小判の鋳造を開始した。老中の水野忠邦が台頭すると、鳥居養蔵や渋川隆史直と共に、水野の三羽ガラスと呼ばれ、経済面でのブレーンとなり、天保通宝を鋳造を検索し、天保6年うるう9月より鋳造が開始された。寛永通宝1分線のおよそ8枚分の重量にして100分線とする天保通宝は高く評価され、短期間で大量に鋳造され、後藤家に多くの収益をもたらした。天保8年、再び改鋳を実施し、天保小判、天保五両半の鋳造を開始した。これらの改鋳によって、幕府には多大な改鋳利益がもたらされた。天保13年、物価高の原因は、天保錦金や天保小判のような悪価発行の連発にあるとする、上申書を忠邦に提出した。物価の高騰はもとより忠邦による天保の改革の趣旨に反することから、この上申が入れられ天保小判の鋳造は一時、中断するが、天保14年9月の老中主座であった、忠邦の失脚により、天保15年9月から鋳造が再開された。弘化元年5月、江戸城本丸が火災により焼失した。老中主座の土井利伊は、その再建費用を集められなかったことから徳川、家慶の不興を買ったため、忠邦は半年後の6月21日に、老中主座に復帰し、失脚の際に自身を裏切った、勘定奉行兼南町奉行、鳥居養蔵の追放に動く。この際に三右衛門は同じく忠邦の周囲にいた、渋川隆史直と共に、鳥居を裏切って讒言した。鳥居は、同年9月に、職務怠慢及び不正を理由に解任された。しかし、忠邦の老中斎藤養は、老中の土井利伊や安倍政弘らの反発を招き、弘化2年、安倍により、三右衛門から忠邦への16万両の贈収賄が暴かれた。老中主座に返り咲いたが、往年の権勢を取り戻すことができずにいた忠邦は、同年2月に老中を辞職。同年9月、忠邦は、領地より2万石を減俸されて5万石となり、強制隠居、謹慎が命じられた。家督は、長男の忠清に継ぐことを許されたが、同年11月30日に、出羽国山形藩に懲罰的天保を命じられた。同じく10月3日、鳥居は、讃岐丸亀藩主、京極高明にお預け、同日に、渋川も豊後臼杵藩主稲葉貫通にお預けとなり、三右衛門は、同日に斬首、三右衛門家は断絶となった。墓所は、東京都江東区三好の雲光院。この事件の発覚により、天保通宝の鋳造は一時中断されるが、弘化4年から再び鋳造が再開された。文政6年、飯田に大火があった時には、見舞金500両を送り、天保の大飢饉の際には、実家の兄の弥七に25両を送って、旧亡者の真実に当たるように申し出ている。また、天保の改革で一時的に、江戸所払いとなった役者の飯田近在での興行を、国元の義兄、関下光弘と協力して手配し、天保2年に岩井半四郎、同5年に3代目、尾上菊五郎、同12年に7代目、市川團十郎、弘化3年に坂東三五郎が来園しており、現在につながる飯田の人形劇文化の形成に寄与した。ありがとうございます。